よし、じゃあまずはこの辺のポイント、超一級ポイントなんでちょっと やりたいんですけど、ちょっと今日は気持ち濁ってますね。梅雨に入ったからかな。こう見ると分かるけど、この濡れたところとの、ね、濡れてないところ境目あるじゃないですか。水が増えてここまで水が来るってことですからね。はい、水来る前にこの辺ちゃちゃっとやって下に行きたいと思います。おはようございます。おはようございます。ほら、取れたよ。何してんすか。黒川だけど虫取れた。そう、見て、ほら。じゃあ早くそれ餌にやってください。ほら、うわ、もう可愛くてしょうがねえ黒川がよって。昔はこんな触れなかったのにどうしたんですか。うん、大丈夫だね。この人はいつまでたっても竿を出さないんで。だからやってていいよ。とりあえずここいいポイントなんで、はい、とりあえずやってください。はい、ウネザーが釣ったら俺は今日竿を出すっていうシステムにします。じゃあ釣ろっかな。はい、釣ってください。はい、はい、ウネザーさん、ここが一級ポイント。こっち、え、ここです。ここで釣ろう。え、多分岩のあっちの方がいい。俺は岩のあっちの方、あっちでしょ、あの流れがちょっと緩やかなとこ。そう、いや違います、違います。ここなの。ここやってください。はい、とりあえず米沢さんが釣ってくれないと、あの私釣れませんので。釣れるの、ここ。ちょっとね、私と米沢さんの間で釣れるであろうポイントの解釈が違うみたいで。え、米沢さん、この、うん、この正面のポイント見てどう思います？うん、俺一人だったらまず通過するね。通過して俺あっちやる、あっち。通過する？うん、あっちやる。ここをやらないで上の緩いところやると。うん、それはそうでしょ。なるほどね。じゃあ失礼で。はい。まずそこ釣っちゃって。うん。いれば、その。いれば釣れます。いればっていうかいるから。じゃあ準備できたんで。やってもらいますけど、滑りますよ。あ、ちょっと待って。なに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 、めっちゃ滑るやん。もうやばいよ。あ、やばいやばい。え、だから俺それで前回転んでんだから。これやばい、これはやばいよ、やばいよ。じゃあ根田さん、手前側から釣ってください。手前側から。だから梅沢さんもあの多摩川ではもう釣れる気がしないって言ってるから、それ手前じゃなくて奥やって。奥行っちゃった。だからとりあえず釣らせてあげようと思って一級ポイントをまずいきなり引っかかって、ちょっと手前のその手前のガーって流れてる、そこから行ってください。そうそうそう、ここだよ。あ、今当たってなかった。当たった。まだいるよ。いますよ。黒川。黒川。ここ絶対いるから。さあ、ここで釣ってくんないと私は釣りはできません。今梅沢さんが全然釣れないとか言ってブーブー言ってるんで、じゃあお前やってみろよということで竿を渡されたんですけど、そんな散々なんか目印きつ動かねえ。お、俺 初翡翠さえ、これが 5.5 か。もう十分じゃないの。まだなんか重いんか、これ重りが重いんか。流れないもん。最初の当たりを逃したのは痛かったな。ちょっとこれ重いな。これ B1 号でいいんじゃないかな。
簡単に引っかかるな。ああ、ウネザーいいポイントのチャンスを逃しちゃったな、おい。ちょっとあっちやってくれば。あっちやってください。はい、じゃあもう待ってられないんで、竿を出します。じゃあ私の流派での第一投目はこの辺からやります。餌ピンチョロ、ほら当たった、鋭すぎるよ。シビか、よくこんなちっちゃいピンチョロ見つけるよな。わ、なんかついた、なんかへばりつい、痛い、ほら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 、すぐ離しちゃったか。あー離しちゃったな。あー餌ないわ。ちょっと黒川やってみるかな。よし、黒川にチェンジして再トライ。あ、そっちじゃない。じゃあしょうがねえ、奥やろう。よいしょ、こえ、おお、一瞬でかかった。お、なになになに、ちょっと小さくない、小さくない。一投目ねえ、おお、二時か、この激しいやつは。おー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 、やばいやばいやばい。ああおお、え、マジか、ヤマメ。来た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 、あ、いらっしゃい。おー来たー、おー、ラッキーやんけ。うわー、釣れた釣れた、ヤマメ、多摩川の。うわー、いたわー、こりゃラッキーっすね。赤い横の線が綺麗。よかった。ありがとうございます。ネザーさんまだ釣れてないみたいね。これ食ってんのかよ。あー、食ってたー。あ、ちょっと待って。あー、チビか、やっぱり。はい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 。滑るからちょっと待って、怖いよ、怖いよ。それ、あー、こんなんだ。よし、流れのせいですげえ、おわっと思ったけどこれでした。ちょっと場所、もうちょっと上行きましょうかね。梅沢さん今あそこでやってるんですけどね、玉川は釣れないっていうから、あのここ一級ポイントを先にやらせてあげております。釣れるかね。ああ、入った、やっと入った。おお、立ってる。ああ、ここもか。あ、ちょい、ああ、ちょっと待って、ああ、ちょっとここ怖い、ちょっと流れが速い。ちょっと待ってね、ちっちゃいニジマスか、これ。よいしょ、あー、タモ、あ、ヤマメ、あ、なんだこれ、え、超綺麗じゃない、それ。おー、うわ、ニジマスみたいなヤマメ釣れた、マジか。ネザーさん何してんの、さっきから釣れない。俺めっちゃいいヤマメやんけ。うわー釣れた。あー血出てるな。とりあえずこの1級ポイント梅沢さんにやらせてあげたのにダメだったっていうから私がやってみます。これいるはずだけどな。流進の
ほぼ真ん中。を沈めてます。これは来た来た。ほら、あー、バレた。うわ、なんだよ。うわー、やられた。今のでかかったよ。あー、切れた。あー、悔しい。うわー、02だからな。うわ、針のとこからやられたか。おお、梅沢さんが何か釣ってきた。なんでいねえと思ったら上行ったのかい。どれ、やっと今日1匹目か。やっとだよ。小さいの釣れたじゃん。いい、おめでとうございます。余裕だし。はあ、よかった。よかったですね。ポーズ回避、ズボ回避ですか。じゃあその調子で釣ってくださいよ。はい。もうね、1時間もしないうちに水増えてくるからね。あ、そうだ、それが怖え。それからちょうどいい具合になるから。ちょうどいい具合になるの。頑張ってください。梅沢さんが大喜びしながら戻ってきましたけど、何何何、はい、見て、出たよ。超可愛いんだけど。釣ったんですか。うん、やばくない。持って帰りたいの。持って帰りたい。見てこれ、これめちゃくちゃ可愛い。何、ウーパールーパー、カジカ、でかくない。可愛いか。超可愛い。じゃあ梅沢さん、今日お持ち帰りで。うん、これ家の水槽で買いたいな。買えるのかな。あの、そのまま鍋に入れてやる。じゃあ梅沢さん、この調子でカジカ釣りまくってください。いえ、僕がやるカジカ釣れたところで僕がやってみようかな。カジカ氏梅沢サブロー。すごい可愛い。大丈夫か。超浅瀬、あ、速攻当たるもんね。今入れたばっかりですよね。そんなに飢えてんの。うわ、マジか。入れて2秒、そんなに。ああいう浅いところはそんなのしかいないか。ほら、こういうところは梅沢さんが絶対狙わないポイントですからね。なぜならこんなとこにいないでしょうっていうから。やっと増水が始まったので、ここから第2ラウンド。じゃあさっきの下のポイント行きましょう。来ましたよ。おお、なんだ、強い。チビじゃないよ。ほら、流派が曲がっているのが分かるだろうか。わからんか。おお、ちょちょちょ、虹が、虹だこれ。おお、ちょ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 、強い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 。おお、ちょっとちょっと、ああ、切れた。ちょっとほら、梅沢さんいたよ。見たでしょ、から切れたの。竿曲がってたでしょ、うん、うわー、あれどか、糸どこ。これちょっと細い糸、チビではない。いや、大きいよ。あの暴れ方、ニジじゃね。マジか、やられたわ。速攻フェードアウトしちゃったけど、切れちゃった。え、釣れたん。ほら、ああああ、いい感じの山辺さん釣れとるやん。緩いとこか。岩の裏、岩の裏、梅沢の得意な増水効果じゃない。ほら、増水いいだろ。増水効果だよこれ。釣っとるやんけ。こうカジカじゃなくてよかったな。おい、カジカの方が嬉しいけど。どういうこと。
はい、今ご覧の通りラフティングが過ぎ去っていきました。これもう終わりでしょ。マジかよ。っていうかここでラフティングに会ったの初めてですけど。なんかかかったよ。来たじゃん、ヤマメ。おお、ヤマメや。ほら、いるじゃん。おお、入ったー。釣れたじゃねえすか。ナガビーが釣ったやつとは違うね。違うでしょ、うん、分かんないけど。いたじゃねえよ。何やってんのマジで。ラフティング通ってから少し経ったからかな。いるんだ、いるんだ、いるんだよ。なんか魚いるんじゃん。ほら、最後の最後に釣れたじゃないですか。いや、いいの釣ってんじゃないですか。うお、めちゃくちゃ暴れるんですけど。カジカいるからね。カジカ。めちゃくちゃすごいぞ。フェザーの中に入れます。おお、ちょちょちょ、冷たい。カジカいないよ。あ、な、中にいるわ。入った。おお、これ多摩川の蝶かとは思えない。何何何これ。この子かわいいよ。この子かわいいのは分かったけど。おーおーおーおお、あげてみる。お、これ一番でかい。ほら、一番綺麗なやつじゃん。これ最後の子かもしれない。これかお前最後釣ったの。うわー、ヤマメや。え、こんな釣ったっけ。あと一匹出すんですよ。俺がバラしたよ。俺たまに船に入れそびれて逃がしちゃったんじゃない、一匹。なるほど。じゃあとりあえず逃がしますよ。このちっちゃいのはまあ、はい、じゃあ、じゃあ最後は水中映像でお会いしましょう。うわ、マジかのオンパレードやん。大中小、何これ。はい、皆さんお持ち帰りです。マジかかわいい。じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。またお願いします。かわいい、かわいい、めっちゃかわいいよこれ。